平成30年10月14日、大阪エキスポフラッシュフィールドにて、X リーグディビジョン2ウエスト、3試合を行いますうちの1試合目になります。西宮ブルーインズ対大阪ガススカンクスの一戦が行います。試合開始11時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側ホワイトのユニフォームが大阪ガススカンクス、奥側ホームチームになります。カラーユニフォームネイビー、こちらが西宮ブルーインズになります。コイントスでキックオフを取ったチームが自軍の35ヤード地点のキックオフで試合が開始します。メインスタンドネイビーのユニフォームが西宮ブルーインズ、一方バックスタンドホワイトのユニフォームが大阪ガススカンクスです。コイントスは大阪ガススカンクスが取った模様です。前半にチョイスするか後半にチョイスするかを決めています。前半大阪ガス嬉しい。西宮キックオフ、大阪ガスリターンで試合が始まります。リターン、ネイビーのユニフォーム、西宮ブルーインズのキックオフで試合が